先生、近藤先生がまた新しく本を出されるということなんですけども、はい、それは一体何の本なんでしょうか。古代史です。お、もう十何年前に、はいはい、この創世記という本を角川書店が出しまして、はい、これがね、まあ、そんなには売れなかったんですが評判は良かったほうほうということで、これはね、いわゆる聖徳太子の、聖徳太子っていろいろ謎があるじゃないですか。その天皇になれなかったとか、うん、なんか超能力者じゃなかろうかなとかとか、ね、日本書紀にはなんか非常になんか本当すごい聖人君子のように書かれてあるだとか、うん、極端に言えばいるとかいなかったとか、はいはいはい、なんかいろんな謎を残した大ヒーローなんですが、はい、僕は、聖徳太子は、うん、蘇我仏教なんですけど、蘇我じゃなくておそらく物のべの血を引いてるんじゃないだろうかっていうことで、まあ、これ小説のステージにして書いてあるんですよ。これなんで小説かっていうと、実は中に書いてあることは、はい、ほとんどねノンフィクションなんですよ。これほうノンフィクションになってくると、なんで小説にしたかというと、取材しててね、はい、まあ、いろんな人が「いやここだけの話ね」とか「ちょこれは書かんといてほしいんですわ」とか言って。取材には受けられたんですけども、書かんといてくれっていうのはあまりにも多かったんで、うん、でも、その書かんといてくれっていうのがおもろかったんで、うん、じゃあ小説にすればいいんだろうと。だからクレーム受けても、これ小説ですけどって。っていうね。この番組はフィクションですっていう。フィクションです。フィクション書いたら、そうでしたかみたいな、とぼけられるかなと思って、これ小説にしたいや、読んだ人からしたら、いや、違うって言われますけど。ね、本当はね、レビューなんか読むと、まあ、これ、まあ、中身は、まあ、いろいろと、はい、まあ、好意的だったんですが、まあ、聖徳太子の未来記、はい、予言書から始まってるんですけども、そこはうさんくさいっていうレビューが非常に多かったんですが、うん、実は、それは本当に、そこから僕はこの研究に行ったわけです。四天王寺の某重要関係者の人が聖徳太子の直筆の予言書がありますよっていうことを僕聞いて、本当に四天王寺の関係者なんですよ。で、いやそんなバカなと思ったんですけど、話聞いていくうちに、四天王寺を見て、私の我々の四天王寺見てくださいだとか、いろいろなぜ鳥居があるんでしょうかねとか、なんかいろんなことを聞いて、でもそれを、でその予言書を見せてあげてもいいですよって話になってた。ほうほう。ただその見せてあげてもいいけども、こう見たところで、はい、読み解けないですよと。当然のことだから。なのでまずちょっとお勉強して、まず聖徳太子と勉強してくださいと。だから仏教神道、それからキリスト教の聖書も読んで、それから天津金木学っていうのがあるんですけども、まあ、占いの一つの方法みたいなのがあるんですけども、それもマスターしてくださいと。いろんなものをマスターしていただいた上で読んでいただかないとこれ読み解けないのでっていう話を聞いて、と思って、四天王寺の謎、まあ、いろんな謎があるんだよね、あそこね、うん、で探っていくうちに、まあ、これになったわけですよ。これで丹後半島まで結局行って、聖徳太子はあれ蘇我じゃねえじゃんっていう、うん、でこれを出したんですけど、小説なんで、さっき言ったように、はいはい、説じゃないんですよね、はいはいはい、全部だから作り話っていうことなんですけども、うん、ちょっと私としては説にしたくなってきたのと、から主題はずっとやってたんですよ、はい、で古代史探偵団っていうのをね、はい、オフィス長で、オフィスでやってますけども、はい、それは、そのビデオカメラ持って、実際に僕を取材してるところにビデオカメラ持ち込んで、いろいろ場所だとか、ね、その言われであるとかいうのを、はい、調べていく過程を全部ビデオ撮ってるんですけども、はい、まあ、それをやりつつ、古代史の謎解きを、ね、歴史学っていうのは文献主義なんですね。うん、だからその資料の批判をする、これ A 級資料、 B 級資料、 C 級資料って分けるわけですよ。でその信憑性をこう、まあ、言うたら追求していって、日本書紀はこう読むべきだとか、古事記はこうだとか、でこれはこう誤りじゃないかなとかということをやるのが歴史学なんですけども、当然古事記日本書紀に書いてないことってたくさんあるわけですし、古事記日本書紀なんていうのは朝廷側の天皇側の記述なんで、しかもまあ、その物部から蘇我になって、蘇我から、中富、まあ、藤原家になっていう過程で消さんといかんこともあるし、うん、これちょっと
やめとこうかなって削られたものもあるだろうし、から自分たちが正当であるという言い訳もするだろうし、かなり かけられたりだとか、その要は除外されたものだとか、もう古事記と日本書紀ですでに違いますからね、うん、で古事記の方がまだ日本書紀よりは、古代昔の日本の姿を伝えてるかなと。日本書紀はもうちょっと本当にマジな意味で、日本のその古代史、まあ、言った天皇の歴史みたいなものを日本書紀によってちょっと色と変えられてるかなと。だから古事記にあって日本書紀にない神様みたいなのがたくさんあるんだね。だからそれだけでは限界があると、うん、でやっぱり僕は怪談を集めてるっていうスタンス上、怪談はもう本当に本人から話を聞く、そこに行くっていうことを延々やって怪談集めてるわけですけども、まあ古代史もそれをやるべきじゃないのかなと、うん、思ってね。で、はい、もう千何百年前の話ですよ、なんですけども、基本的にね、土地の名前はって変わらない、うんうん、でそこにある神社っていうのも変わらない。祭神は変わるかもしれないですけども、元の元のルーツを探っていくと、やっぱりそこの祭神その神社の祭神は何だったかって、はい、でそこの祭神と神社とその神社のある土地の名前と地形、はい、でそこに伝わってる祭り伝承で、そのいわゆる、言ったら神社だとかお寺とか古文書が残ってたり、あ、それから、そこから発祥したいわゆる伝承話みたいなものを探っていくと、どうもこれは全く誰かが作ったんじゃなくて、なんかそういうものがあって、それがだんだんいろんな言い伝えになったりとかお祭りになったりしてるので、そこを探るということをやっていくと、そこだけじゃなくてそれをいろいろこう合わせていくとね、見えてくるものがあるので、それを合わせていくと、やっぱりここに書いてあったものをもっと強固に、聖徳太子は蘇我ではなくて聖徳太子のお母さんの血筋を探っていくと物止めになって、もっと探っていくと天部氏になって、天部っていうのは海洋民族なんだね。日本にやっていて太古において海あのやっていた海洋民族なので、このあれです、この海洋民族がいわゆる何でしょう、お祭りした神様が住吉の神様、住吉ってあれです、海の神様でしょ。はいはいはい、で住吉三神っていうの三つ神様がいるわけです。あれもおそらくオリオン星座の三つ星。航海をここ、ね、海を行くときに東の方に出るオリオンの三つ星っていうのがきっと住吉の三神になったのかなと。でこれを信じしたのが天氏っていう、うん、これがまあ後に天部になって、天部から物の部が出るわけですけども、どうもそこに天皇も行くし聖徳太子の血筋もそこに行くのだろうなと。こういうまだこれね本になってないんですよ。これはこういうふうにちょっとまあこれちょっとまた変わってる、何でしょう、これ聖徳太子四天王寺の暗号ということですけども、これだけだったらものすごく真っ当な歴史の方に見えるんで、ちょっとそれはやばいと。でここに何かオカルト色入れてって、まあここね、いわゆるイルミナティのマークがここに今入ってるのが本番になると思うんですけども、いわゆるオカルト的に追うということだったんですよ。でオカルトとなると、なんかオカルトってまた怪しいことやってんちゃうのとか、あーなるほど、馬とか、ね、心霊とか、ね、高齢児とか、そうじゃなくて昔の人は神様がいたわけですよ、はいはいはい、で自分の血統があって自分のルーツがあってというものが、ね、だから血筋ってものすごく大事だったの昔の人は、うん、だそれっていうのは神様なんですよ。自分が崇めての神様、氏神であったりだとか、いわゆる天皇の神様であったりとか、その神様から何を、どういう啓示をもらうのか、その血をどう絶やさないようにするのかっていうのが昔の古代人のやったことなんだね。それってオカルトなんですよ。でそれを読み解かないと、歴史って言うとわからない。さっき言った文献主義ではわからないし、文献と考古学もやるわけです。考古学っていうのはまあ掘り出されたものが、日本書紀に書いてあるものと、まあ、ほぼ同じとこからこういうものができたので、おそらくこれは、なんとか天皇の古墳であるだとか、これは古墳であろうだとか、いうようなことなんですけども、その動機であるだとか、じゃあなぜそういうことになったのか、なぜそこに都を作ろうとしたのかとか、なぜそこに葬られたのかとか、なぜその王子なり天皇がそういう名前だったのかっていうことっていうのは、これは、足で、像を書き集めていくしかないので、だから人間のやることなんですよ。歴史学って人間のやることを探求しない。だから文献学なので、僕からすれば穴がたくさんある。
で考古学っていうのはその結果じゃないですか、うん、でもなんで その人はそこに家建てたのとか、うん、なんでその土地はそんな名前がついてるのとか、うん、いうようなことをたどっていくと、そこに実はオカルト的な神と関係ある、自分の血筋と関係あるっていう、うん、で特に聖徳太子という人はオカルト、日本の神秘学っていうものを体系化した人、それまで、うん、日本神道というのはなんか日本神道というのはもういわゆるアニメの世界なので自然崇拝じゃないですか、うん、でこれに断りのなぜそうなのかっていう、この神は何の神でなぜそうなのかっていう、そのいわゆる読み解きが必要になってきたわけですよ、うん、星がここに来た時にこういうことが起こるよとか、はいはい、うん、それで暦を作ったりもするわけですけども、そのいわゆるその神羅万象何気なく起こってきたことと説明せんといかんっていう状況になってきた時に道教を入れたわけですよ、うん、だから神道っていうのは実は神と日本の神と、あ、道教の道なんですよ。あ、道教でもってその神の断り見業を読み解こうとした、うん、これがやったのが聖徳太子なんです。これとオカルトなんです。でそこから陰陽道とか行くわけですよ。なのでオカルトなしに古代史は解けない。でも歴史学者はオカルトっていうのは全部排除するわけですし、うん、まあ、他の古代史マニアなんかも、オカルトっていうのはちょっとやめてよってやけど、でも千何百年も昔の人ですから、今と我々と違うわけですから、科学もない時代に、まあ、彼らの心の中にあったのは、あるいは彼らが生きる糧にしたのは、あるいは自分たちの血統がいった何かというと神様と全部つながっていったわけなので、それはオカルトなんですよ。だからオカルトを解かないと古代史は解けない。だから僕はオカルトをやってる。だからオカルトがなんか誤解されてるんです、日本の場合はね。オカルトって言ったら、まあねとか、はいはい、UFO ねとか、はいはい、だから違う、オカルトってそんなもんじゃない。あ、だからいうふうに僕は新見袋の怪談、オカルト話って言われたけど、オカルトじゃねえんだよ。怪談は怪談。和芸、あれ本にしたら文芸であって、オカルトではない。これはちょっと皆さんちょっと誤解してるんで、怪談とオカルトは違うし、オカルトっていうのは本当は突き詰めればものすごい、うん、情報量がある。人間の断りの読み解くのは実はオカルトなんだよってことを、これもやりたいなと。だから僕の出すこれはオカルト古代史、オカルト古代史、うん、だからここにほらセフィロトの木。ああ、そうですね。でしょ。はい、はい。ヘルスワグラス。ああ、なるほど。ただ怪しいことは書いてないです。あのいわゆるあのなんかなんでしょう、あの電波系なことは書いてないですか。ちゃんと、まあまあまあ、ちゃんとそこは文献に当たって、うん、やってますから。うん、あの古代史マニアの方はもう十分堪能できる。なるほど。はい。これはもう乞うご期待と。乞うご期待で。というところで。はい。はい、ありがとうございました。